これ何の実かしら。お嬢さん、とってもいい匂いがするでしょ。はい。じゃあ食べてごらん。じゃあちょっとだけ。あパクパク、なんだか周りがぐるぐるするわ。なんだろう、周りがぐるぐるする。なんだかイライラしてきたわ。イライラ、イライライラ、イライラ。今日はさくらちゃんと一緒に遊びに行くのよ。大変大変、遅刻しちゃう。あら、これ何の実かしら。すごくいい匂いがするわ。お嬢さん、とってもいい匂いがするでしょ。あなたは一体誰ですか。その実を食べたいかい。え、は、はい。じゃあ食べてごらん。何かしら、あの人怪しすぎるわ。でも美味しそうだから取っていただいちゃおう。じゃあちょっとだけ。あパク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 。とっても美味しかったけど、なんだか周りがぐるぐるするわ。なんだろう、周りがぐるぐるする。なんだかイライラしてきたわ。イライラ、イライライラ、イライラ。リカちゃん遅いわね。あ、リカちゃんいらっしゃい。待ってたわよ。待ってたじゃないわよ。こんな忙しい時に私を呼び出してどういうつもりなの。おいしいケーキがあるからリカちゃんと食べたいと思って呼んだんだけど。おいしいケーキ。じゃあそのケーキ私が全部いただくわ。文句ないわよね。全部？それはちょっと困っちゃうな。私も食べたいし。何？じゃあ帰るわよ。待って待って、リカちゃん。さくらちゃん、リカちゃん来た。リカちゃんなんだけど、なんだか様子がおかしいの。なんだかさっきからピンクが起こって別人みたいなのよ。ももちゃん、チカちゃん、ケーキってどこよ。リカちゃん、様子おかしいよ。そんなこといいから、あやし。ケーキ、ケーキ、ケーキ、ケーキをよこしなさい。でも全部とか言ってたらあげないわよ。何よその言い方。帰る。あぶん、ともちゃん、ちかちゃん、さっきのりかちゃん、プンプンの実を食べたはず。プンプンの実を食べるといつでもイライラする。イライラ病になっちゃうはず。イライラ病を治すには魔法を使えばいいはず。でもその魔法を使うには何かが必要はず。それをちょっとわからないはずけど、多分庭にヒントがあるはずよ。そうなの？じゃあ行ってみましょう。リカちゃんを直そうよ。リカちゃん直すわ。知ってる人いないかしら。チカちゃん、チカちゃん、待っているの？何か声が聞こえるわ。
ゆっくり休んでたらちかちゃんの声が聞こえたから、うん、リカちゃんがプンプンの実を食べちゃったの。そうなの？それは大変。イライラ病を治すのには魔法のステキが必要なのよ。そうなの？その場所はマキちゃんが知ってるわ。マキちゃんを探しましょうか。知らないよ。この場所にはないよ。あ、なんか見える。あちゃん。あん。あん。あん。ちょっと。確かにこの音楽を聴けばイライラも収まっちゃうはずね。そうよね。待って。あー、イライラする。イライラするわ。待って。リカちゃん、これを聴いて。なにこの音楽。私はバカにしてるの？あ、でもなんだか楽しくなってきたわ。あー、なんか楽しくって踊っちゃう。イエーイ。イエーイ。ありがとう、ともちゃん、ちかちゃん。イライラしていた気持ちが楽しいダンスですっかり収まったわ。ともちゃん、ちかちゃんのおかげよ。ありがとう。よかった。よかったわね。リカちゃん、元に戻ってよかったね。ね。もしこの動画がよかったねと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくね。コメントもよろしくね。バイバーイ。バイバーイ。